はい、お久しぶりです。小豆島漁師浜優です。今回はですね、ガチの本当にガチの漁師飯作っていきたいと思います。で、なんでお久しぶりかっていうとですね、もうこの時期冬は西風ばっかりで風が強くて、風が止んだら潮が速くて、プラス潮がとろくて網やっても魚もいない、動画も撮れない、沖に行けない、ずっと暇しておりました浜優です。で、今回ですね、めちゃくちゃ面白い漁師飯を見つけたので、それを作っていきたいと思います。そして尺稼ぎ手袋、そして尺稼ぎ長靴は履いてます。はい、じゃあ早速お聞きましょう。よいしょ、さあ行きますか。で、ライフジャケットもつけて、じゃあエンジンつけて、網仕掛けてないんで、網入れてもうすぐ上げるっていう、もう潮の流れに任すだけです、まあ、流れそんな流れないんですけど、ね、で、先に家の前に穴子カゴ5個だけやってるんで、それだけちょっと上げてみたいと思います。今タコがいたら相場いいですよ。ちなみにここは3年前に来た、この間やったら結構穴子がいました。で、じゃあ黄色い受け上げて、さあ果たしてアナゴは入っているのでしょうか。1個目スカ、2個目は、2個目もスカ、さあ3個目はどうだ。3個目もスカですね。スカだ。3個目もスカ、あ、1匹いた。アナゴ1匹いました。池間の中入れておきます。じゃあラスト、ラストもスカー。いや、残念ながら1匹だけでしたね。冬はアナゴいない。よし、網に行きましょう。じゃあ今からここに網入れていきます。で、あれがいつもの無人島ですね。はい、じゃあ網やっていきます。潮が早いんで、もう今回はやったらすぐ網上げていきます。めちゃくちゃ潮が早いな。あそこ見てください。あそこら辺渦が巻いております。ここら辺めっちゃ渦巻いてる。渦というか、なんかもう潮がこう早いのが分かりますね。入れてるこういうロープとかあると思うんですけど、水深に対してやっぱある程度のちょうど良さでやらないと、長すぎてもダメだし、浅いと当然届かないんで絶対ダメだし、覚えるしかないですね。だいたいこの場所何メーター、僕がいるこの場所はだいたい25メーターとかです。まあ巨端で覚えてるんですけどね。はい、じゃあ見れていきます。はい、じゃあボロボロの受け入れて、でロープ入れていきます。行きたい場所からどんどん変わっていく。はい、じゃあ網入れていきます。ちょっと流れそうで心配です。で、今回入れてる網は38って言って、まあ、3.8 寸の網なんですけれども、去年からやってる超ボロボロの網です。もうさすがにさばかないかも。さばくっていうのは、アバというは、まあ浮くやつと沈止コード、重りを外して次の網に使うことですね。じゃあ網で終了しました。でもすぐ反対行ってくりたいと思います。深いから重いぞ。じゃあ受け上げていきます。ちなみにほら、受けが波を切ってるのが分かります。まあ波が受けを切ってるんですかね。これが今向こうに流れているということです。じゃあ受け上げて網巻いていきます。
それでは潮は早そうなんですけれども、漁師飯を作っていくために網を上げていきます。果たして魚はかかっているのでしょうかと思ったらですね、早速石、それからこんなでっかい石までやってきました。でなんで潮が早いと石がかかってくるかっていうと、やっぱ網がそこにあって潮の流れで網がこう流れちゃうんですよね。どうしても潮が早すぎると、それで石を拾うことによって石が網にかかってしまうということです。さあ気を取り直して網を食っていきましょう。何かお魚がやってくるのでしょうか。やつがやってきました。そう、こちら赤エイですね。赤エイは夏の産卵期で、夏めちゃくちゃガリガリのが多く取れるんですけれども、やっぱ多いのか冬も今かかってきてますね。で足でしっかりと尻尾を踏んで尻尾のトゲを取っていきます。このトゲが逆剣になっていて、刺さったら抜けないし毒もあるからめちゃくちゃ痛いんですね。まあ一回縫ってますし。でタイも一匹やってきました。そして人手がやってきて、なんとそれで終わりです。残念。じゃあ見繰り終了しました。もう網はクソ重たいし、石ばっかだし、タイ一匹だし、潮がめっちゃ早い時にやるもんじゃないですね。今日漁師飯しようと思ったんですけど、さすがにタイ1匹とエイだけじゃいかんよねということで、また別日挑戦します。で今魚の食害っていうのが流行ってて、見てください、ほらタイがですね、海苔食ってるんですよ。こいつがいっぱい食うから海苔がね減っちゃいます。だから僕が食べる。で残ったのはたくさんの掃除です。これして帰ります。はい、翌日です。また同じとこにやってきました。でまた潮で網が吹き飛んで魚いないじゃないのって思うかもしれませんが、今ですねちょうどこういう時間帯で、ちょうどですね満ち引きと引き潮の間の時間、この時間を干潮って言うんですけれども、この時間は潮が止まってますので、まあ多分ですね、安全に網がやれて魚もちょっとはかかるんじゃないかなと思います。というわけでやっていきます。はい、じゃあ網がやり終わりました。網くり行きたいと思います。で見てください、昨日に比べてこの受けがね、波を切るスピードというか、まあこの波紋っていうんですかね、これが非常に少ないのがよくわかります。こんだけ違いがあるんですよね。それでは2日目の漁、網を上げていきましょう。果たして何かかかっているのでしょうか。前日に比べて潮がとろいので魚が取れることを期待しましょう。1匹目小さなタイがやってきました。もちろんリリース、大きくなって帰ってきてください。で2日目もまたしてもやつがやってきました。そう、特大の赤エイですね。エイはもうエイはといったところでしょうか。エイは危ないんで頭の方を持ってキャッと向こうにやります。で次はいいタイがやってきましたね。ただタイばっかりだとやっぱ視聴者さんも面白くないから、他のもんが欲しいといったところです。生かしておきましょう。でまたしてもタイ、そして網くりは終了です。はい、というわけで帰ってきました。取れたお魚が赤エイ、マダイが4匹です。で今回初めにするって言ってた漁師飯っていうのは、取れたお魚をそこの漁師さんが浜でね、とある料理にする漁師飯なんですけれども、今回ですね、あまりにもやっぱ取れたものの種類とか量とか少ないんで、もう一回だけリベンジします。はい、それでは3度目の正直ということで網を上げていきたいと思います。ちなみにやった場所は前回前々回と一緒なんです。だから潮が流れて大変なんじゃないの、結局また取れないんじゃないのって思うかもしれませんが、実はですね、潮っていうのは月や太陽の引力によって引き起こされます。で月とか太陽の位置によって、潮の速さっていうものが変わってくるわけなんですね。
で潮汐っていうのは旧暦の30日で表されるんですけど、まあ1日の潮が大潮で早くて、それから10日にかけてゆっくり小潮で、また15日に早くなって、そこから25ゆっくり30早くなります。まあ間に若潮とか長潮とかいろんな呼び方があります。さあ潮に関する豆知識をお伝えしたところで網に戻っていきましょう。こちら1匹目何かやってきました。そうです、僕の大好きなウマヅラハギです。でウマヅラハギのこの右上にある角なんですけれども、まあ、どういう時に使うかというと、喧嘩をした時に、負けたら畳むんですけど、それで相手に無害アピールをしたりとか、まあ、天敵から食べられないようにしたりとか、そういう役割を持ってます。2匹目やってきたのは、いつものマダイですね。なかなかいい方です。そして2匹目もタイがやってきました。でこの後もタイが来るので、まあ、せっかくなんでタイのことわざを紹介しようと思います。エビでタイを釣るとか、腐ってもタイとかっていうのは皆さん聞いたことあると思うんですけど、もう一つタイの尾よりイワシの頭っていうことわざがあって、マダイが高級食材であることから転じて、例えば大きな団体でこう小さな、まあ、低い地位ですね、低い地位に甘んじてるよりも小さな団体でもその頭とか、まあ、長になってる方がいいという考えです。果たしてどっちがいいのか、人それぞれかもしれませんね。それじゃあ取れたタイを外していきます。Go。で小さいのはリリース、クロスオーバー。さあその後再開して網を繰り始めますが、クレードクレードなかなか来ない。そしてここは水深が深いので網もめちゃくちゃ重たいです。そのうち終わりも近くなってきましたと言ってる間に網繰りは終了です。いやマジでめちゃくちゃ少なかったです。だいたい年明けたらタイももっと取れ出すんですけどね。おじいさんと言ってタイがいた頃が懐かしい。ただもう一枚網やってるんで、その網をねもう一枚食っていきたいと思います。これは今終わった網で、最後にマダイとオニオコゼちゃんが来ました。オニオコゼはですね、ここに猛毒の剣があるんで気をつけましょう。顔はこんな感じ、かわいい。2枚目。それでは2枚目の網を上げていきたいと思います。果たして魚はかかっているのでしょうか。で結論からね、正直に言うとこの後タイが連発でやってきます。もうタイばっかりなんで、僕もねいろいろタイのことは調べているんですけど、これ以上喋ることはありませんので、ちょっと皆さんに質問なんですが、今回のこの動画の企画ではとある地方の漁師飯をするんですよ。でその漁師飯で、まあね、いろんな地方の漁師飯を今後紹介していきたいなと思って、皆さんコメント欄で何か面白い漁師飯があれば教えていただければなと思いますと思ったところで、早速別の魚がやってきました。こちらヒラメですね。なかなか大きなヒラメです。ぬるっと上がってまいりました。大きさもこんな感じで、なかなか大きなヒラメです。で今この1月2月ぐらいなんで、もう寒ビラメって呼ばれる、もうすんごい重宝される、もう身もしっかり これはあれですね、彼が産卵の時期でたくさんのあれを持ってますね。頑張ってこい。まあ、話は戻るんですけど、寒ビラメって言ってすげえ重宝される時期で、寒ビラメなんだけど、その卵を産んだ後のヒラメはクソヒラメとかとも呼ばれるらしいです。なかなかですね。でこちらクロメバル卵を持ってます。放流して大きくなって、まあ、卵をいっぱい産みつけて帰ってきてください。でメバルの求愛行動なんですけど、このようにメスのメバルの口のところに肛門を持っていておしっこをするらしいんですよ。それで向こうの方がなんかこうウホってなったら成功らしいです。なかなかアブノーマルなプレーをしますねメバルさんは。というわけで最高級魚のキジハタがやってきました。まあどういうわけだよって感じなんですけど、みんな大好きスイッチ映像、こちら何か上がってきております。何でしょうか。よく頭を見てください。そうです、コブがついてるからコブダイですね。今の時期はですね、カンダイと呼ばれ、なかなかの、まあ、重宝されてるのかなと思います。で皆さんご存知の通り、コブダイは性転換するお魚で、まあ、群れの中で一番大きくて強い個体だけがコブが出てオスになるんですが、性転換するお魚ってなんと400種類もいてですね、400種類ぐらいかな。で有名な隠れ熊の実とかはコブダイと違って有性専熟なんで、生まれた時は全部オスで、その中からメスになっていくらしいです。いやそんなに多くはなかったですけど、序盤にタイが来たのが良かったですね。とりあえず
絶品漁師鍋、間違えた、漁師飯できそうです。まあ、鍋なんですよ、今回ヒント出すと。はい、じゃあ残りの魚外して帰ります。ちなみにこちらコブダイのメスですね。でこちらがコブダイのオス。この中ラクダと一緒で脂肪らしいです。プニプニです。ここでお知らせです。漁師になりたいそこの皆さん、僕が以前参加した漁師になりたいを叶える漁師フェアが開催されます。漁師フェアでは独立漁師を募集する自治体や乗組員を募集する全国の漁業関係者さんが出展する日本で唯一のイベントです。昨年7月に開催した漁師フェアでも340人中のうち 10% もの方が僕の動画を見て来てくれました。フェアを通じて実際に漁師になった方が全国の浜で活躍しています。参加費無料、登録不要、履歴書不要。必要なのは一歩踏み出す勇気だけです。下記の場所と日程で漁師フェアを開催しております。漁師になりたいそこのあなた、漁師フェアへ行こう。はい、ございます。というわけであれから何日か経ちました。今回作る漁師飯は秋田県男鹿市が由来の漁師飯で、そこの漁師さんたちは昔取れた魚介とかを、まあ、岩のくぼみとか、それから船で使う桶とか、そういうものに魚介を詰め込んで味噌ベースに仕立てた石焼き鍋というものを作っておりました。今回はそれを再現していきたいと思います。もともとですね、男鹿周辺の漁師さんたちは、まあ、その日取れた魚介をこう岩場とかでね、温まりながら食べる風習があったんですよ。それで生まれたのが石焼き鍋です。でなんで石焼き鍋っていうかというと、熱々に熱した石をですね、ぶち込むからなんですね。で今回はやっぱりね、桶じゃなくてなるべくその昔ながらの漁師飯ということで、岩のくぼみを狙ってやっていきたいと思います。でも先に岩のくぼみを見つけておきました。こちらまさに岩のくぼみ。今回はこちらで、魚介石焼き鍋を作っていきたいと思います。レッツゴー。とりあえず石を温めるためにまず炭を起こさないといけないので、ここ流れ木いっぱいあるんで流れ木探していきます。ほんとね、いい木がたくさんありますよ。ヤフオクとか流木で売れるんじゃないかな。こういう木とか使いましょう。これもいいな、これこれ。あとよくこういう海岸沿いは歩いてるとボールとかが落ちてます。これで OK。じゃあまず木を乗せて、でバーナーで火を起こします。で炭を置いて、移行しますね。この方法が一番早いんじゃないかなと僕は思ってます。これで OK。 はい、じゃあこう見えて私衛生観念しっかりしてるんで、たわしで溝こすります。溝というか岩のくぼみですよね。でもこういうのやって、やっぱ昔の漁師さんが本当に岩のくぼみとかで料理してたのとか、その思いを馳せるっていうのがやっぱいい経験だなって思います。はい、じゃあ大体洗えたんですけど、見てください、まだ泥水が溜まってるので、海水浴で、いっぱいかけてきれいにしていきたいと思います。それー、ほんで水かけます。何回もかけます。はい、じゃあだいぶきれいになったんですけど、中海水がいっぱい溜まってるんで、かき出していきます。少々の海水は塩気で OK。 よいしょ。で今回用意したのが前取れたウマヅラとキジハタですね。この2種類を汁にしたいと思います。じゃあまずアコウの鱗取って、で鱗が取れたらもうぶつ切りにします。よいしょ、うまそう。アコウはもうこれで OK です。次ウマヅラハギ、まず口を落として、で下側で切れ込み入れて皮剥いでいきます。でこれを真っ二つにぶつ切り。 OK。 はい、じゃあ海水で洗って、 OK。 お、
ほんで炭もいこってきましたね。めちゃくちゃいい感じ。おー、シャレオツだ。でこちらの炭をですね、昔おじいさんが使ってた火鉢らしきもの、こちらで入れていきたいと思います。でまず砂をすくって、これで OK で、ここにこの炭を入れていきます。 OK。 で追加の炭も入れて、よし、これで放置。はい、じゃあ今から石をぬくめたいんですけれども、思った以上にですね、潮が満ちるのが早すぎて、もうここからの距離もうこんだけ多分無理。じゃあ次は今から熱するにいい石を買い物していきたいと思いますわ。どれがいいかしら。で本来のお菓子の石焼き鍋で使われる石は金石と呼ばれる、まあ、妖怪業界岩の石で、まあ、僕も調べたんですけど、まあ、要はですね、火山で出てきた石を使うそうです。でやっぱですね、3時間とか熱するんで800度とかになってきて、どうしてもね火に強い石を使う必要があります。で金石はまあ黒っぽい石なんですけど、800度とかに熱すると太陽みたいなキンキンの色になります。めちゃくちゃ暑いんだと思いますね。でそんな金石でも3回ぐらいが平均で、それ以上使うと割れてしまうそうです。なかなかいい石が見つかりませんね。でまあネットでしか僕も金石見たことないんですけど、黒っぽかったんで今回黒っぽい石を取っていきたいと思います。こんだけあれば十分でしょ。この子はいいや。ベイビー、やっべ、帰ってきたらますます見てる。あ、もうそこの岩まで来とるじゃん。これ今日は無理か。ちょっとね、満つスピードがあまりにも速かったんで、これ無理そうなんで、せっかく炭温めてもったいないんですけど、石だけ持って今日は帰ります。明日チャレンジ、子供チャレンジ。はい、昨日間に合わなかったので翌朝早朝にやってきました。昨日も市場帰りにしたから7時半ぐらいにしたんですけど、間に合わなくて今日は6時です。で今干満の差がめちゃくちゃ激しいので、あそこからここまで潮が満ってて、すぐね引いてますね。でこの動画の一番のネックはやっぱ石温めるのにすごい時間がかかるので、昨日と同じ要領で先に炭を起こしておきます。でここが昨日のポイントですね。あ、せっかく出したのにまた海水が溜まってるよ。さすがに海水は辛いんで除去ですね。お、この炭は来てますね。起きた炭は昨日の土の中放り込んだ。これうちの親父が火鉢って、おじいさんが火鉢で使ってたって言うんですけど、どう見ても花瓶に見えるんですけど大丈夫かな、割れない。でここに昨日の石を並べていきます。追加の炭もいい感じになったら追加していきます。この竹の燃えたのは熱いぞ、これ熱い、真っ赤だもん。これでじゃあ3時間置いておきます。じゃああれから2時間経ちました。で塩もね、2時間でもうこんなとこまで来てますからね、急がないと。でこっちはこんな感じですね。めちゃくちゃ熱そうですよ。ちょっとどれぐらい熱いのか水かけてみます。それ、うわ、一瞬で蒸発した。花瓶も熱くなってます。じゃあ早速作っていきます。まずこちら、おう、ちょうど2時間のタイマーですね。ちなみに目覚ましはこれなんですけど、目覚ましあの電話の音にした方が結構起きやすいです。じゃあ真水入れていきます。さらに追加で、よし、これぐらいで、ここに昨日取った魚を入れます。昨日じゃない、昨日切った魚。はい、じゃあ2時間消した石を早速入れていきましょう。よし、今日は割れたら大変だからメガネ。じゃあ入れていきます。今度低くね、これ沸騰するの。動画で見た東北の石焼き鍋はこれがね、沸騰したお湯で多分やってるんですよね。これ冬でめっちゃ冷たいから多分こんなもんなのかな。あったかい、すげえあったかいけどこれできない、沸
頭までは全然いかないな、これ。ちょっと急いで追加の石を温めます。向こうは何もないから大丈夫。とりあえず急いで石を燃やしております。こっちはというとですね、ぬるいぜ。やべえ。これちょっとさすがにできないんで、一旦魚避難ですね。で、この真水も一回変えます。やっぱお湯からだ、無理みたいです。これで OK なんだけど、早くしないともう水がこんなところまで。今スタッフに沸騰したお湯を急いで持ってきてもらってます。で、間に合うかわかりませんが、石も再度ガンガンに温めてます。こっちもこんな感じ。ああ、そしてついにおじいさんの花瓶が割れちゃった。やっぱ花瓶だったのかな。高温に耐えきれなかったみたいです。さあ、火はいい感じなんですが、いよいよ危なくなってきた。残り15分といったところか。おお、もう入ってきちゃった。まだ追いが来ない。やばい、帰れなくもなる。ちょっと間に合わない時の対策として別のくぼみも探しておこう。沖の方にあるような。案外岩のくぼみってないんですよね。お、ここ、あー、ダメだな、フラットだから落ちちゃう。ないな。きっと小賀周辺にはいいくぼみがいっぱいあるんでしょうね。全然ない。やべえな、あそこがなくなったらもうないな。ありがとうございます。さあ、入れてください。急げ急げ、もうこんなとこです。おー、ここに魚入れて、よいしょ、よいしょ、追い込みます。おー、これこれこれが見たかったのよ。熱っ。このままちょっとぬくめていきます。はい、じゃあネギも切って、石も切って、で、この熱した石でネギを焼くらしいです。お、いい感じの焦げ目で、味噌溶かします。本当に昔の漁師さんこれでやってたのかな。多分桶が多かったと思います。これは明らかに非効率です。はい、もう急いで継ぎます。実はですね、もう入れるシーンと食べるシーン撮ってたんですけど、データの不調で消えちゃったんで、もう一回撮ります。こんな感じ、さっきもやりました。はい、それではいただきます。結論から言います。汁はめちゃくちゃうまいです。石の出汁も出てないし、魚の出汁は結構出てます。で、魚はさっき食べたんですけど、火の通りがやっぱ甘くてですね、若干磯の匂いがするのと、まあでも味は美味しいんで、これは帰って煮付けで食べます。汁じゃないんかいってね。あー、さっき飲み干したからお腹いっぱいだまあただですね、やっぱこうやってその昔の漁師さんが地域は違えどやっていたことをこうなんか追体験するっていうのは非常にこう感慨深いというか、感じるものがあってすごい楽しいです。最高です。とりあえずもうあちら見てください。もう水が入りかけてるんで、急ぎます。で、こちらはきれいにして帰りたいと思います。まあもう一回使うかもしれないしですねこれは残さず飲んでいきます。うまい、うまいけど急がないと。お役目ご苦労様、ありがとう。で、お汁はこの後煮付けですね。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。いやー、なかなかね、やっぱ最初からうまくいくことなんてないんですよ、人生なんていうのは。もう何でもそうですけど、でもね、次やったらもっとうまくいける。魚をしっかり焼いて、ぬくい余裕を準備して、あったかい石をいっぱい用意して、それでね、次こそは成功させたいと思います。先人たちに思いを馳せるすごくいい経験でした。というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。はい、煮付けもうまそうにできました。